主人公の少年にも、リートルにもは、ウィンザー・マッケーによるアメリカ合衆国のコミックストリップ。1905年10月15日から1911年4月23日にニューヨーカ・ヘラルド氏、1911年4月30日から1913年にウィリアム・ランドルフ・ハーストが発行していたニューヨーク・アメリカン誌に連載された。毎週日曜日の1ページがカラーで描かれた。 当初は、夢の国のリトルにもというタイトルで、掲載紙が変更された際に、素晴らしき夢の世界と解消されている。初期の小回り漫画の傑作であり、当時アメリカ合衆国で広く人気を集めただけでなく、画面の美麗さと創造性の豊かさから、現在も多くのクリエイターに影響を与えている作品である。夢の国のリトルにも、夢の国のリトルにもは、連載漫画とはいえ、 単に純真な子供の幻想からはかけ離れていた。しばしば暗く超現実的で賢悪で乱暴でさえあった。本作はヒーローである少年にもとの夢の国の冒険記である。主人公の名はラテン語で誰でもないものの意味でジュール・ベルヌの海底二万里の音も船長と同じ由来である。連載は毎回眠っている間に王女を目指して幻想的な夢の 国を進んでいき、最後の駒はベッドの中か傍らで目覚めたばかりのニモが描かれているというパターンで終わる。次の回もまた夢の国を冒険して事件が起きて目覚めるが、回が進むごとに目的地へ近づいていくというもの。ストーリー性はさほど強くなく、奇想と美しい絵が見どころとなっている。しばしばニモは寝ている間に大声を上げて、両親や祖父母を起こしてしまい。 叱られている。前半の駒では、大けがかしに至りかねないような不幸か最悪が、夢の出来事として描かれ、にも目覚めさせることになる。その最悪とは、例えば巨大なキノコに潰される、猿に変えられる、奴隷たちによって、橋から落とされる、90歳の老人に変えられて、しまうなどといったものである。これらの最悪につながる冒険はすべて、 夢の国に行き着くことを目的としていた。この夢の国のモルフェウス王がニモを王女の遊び相手として召喚していたためである。1906年早々、ニモはついに夢の国の門に到達したが、王女の元にたどり着くには、およそ4ヶ月の苦難を経なければならなかった。その苦難とは、起きろと書かれた帽子をかぶったフリップというキャラクターが、ニモを 夢から起こし続けたことである。最初のうちは、フリップの帽子を一目見るだけでにもは、現実の世界へと引き戻されてしまった。最初こそ敵だったフリップは、後に、英雄たちの一人として、再登場することになる。他の英雄は、ピル博士、キャンディキッド、サンタクロースらがいるが、後の二人は、実は、王女とモルフェウス王その人だった。 ウィンザー・マッケイの当時5歳になる息子をモデルにしていた。ニモも当初は5歳で、連載が進むにつれて9歳にまで成長する。ニモは成長するとともに、夢の国へは行かなくなり、最後には夢の国の住民がニモのもとへ訪れるようになって終わった。連載当時、本作は必ずしも高い人気を集めなかった。多くの読者は、本作のような超現実的な作品よりも、 古典的なスラップスティック作品を好んだのである。しかし、20世紀後半以降、本作は多くの人々から評価を受けるようになっている。特に目立つ点として、高いレベルで舞台を滑車した複雑な美容者技法が挙げられる。生き生きとした色使い、速いテンポの駒運び、複数の特徴ある人物と風景を多くのバリエーションで描いた点などである。今日に至るまで、 マッケイの豊富な想像力に凌駕し得る漫画作家は数少ないと言っていいだろう。本作はマッケイの他の大部分の作品とともにマッケイの死から70年を経過したことから2005年1月1日をもって著作権の効力が切れアメリカ国内でパブリックドメインとなった。日本では1976年に 小野高生の翻訳によりパルコ出版局から夢の国のリトルにもの署名で単行本が刊行された。パブリックドメインとなった後の2014年に和田裕子による新訳リトルにもの大冒険がパイインターナショナルから刊行された。また同年小野による新訳リトルにも1905から1914が小学館集英社プロダクションから刊行された。 マッケイにより、1911年4月8日に2分の短編映画が作られ、その中に動くニモも2シーンに登場する。内容は、つまり4シーンがバラバラで、ニモは主人公ではなく物語にもなっていない。フィルムに直接マッケイが再色したフルアニメーションで4000枚の絵をマッケイ自身が描いてコマ取りしたという。だが、 これはマッケイが大げさに言っている。1秒30コマでも枚数の計算が合わない。この作品はマッケイのボードビルの出し物として制作されたが映画館でもマッケイが登場する実写部分を追加した上でニューヨークヘラルド誌の人気漫画家ウィンザー・マッケイとその動く漫画の台で上映された。本作のアニメ化として最も規模が大きくかつ有名なものは 日本のテレコムアニメーションフィルムが制作した劇場用アニメネモニモである。アメリカ合衆国との共同制作であり、監督は最終的にハトマサミ、ウィリアム・ティー・ハーツによって行われた。公開は1989年。15年にわたる制作期間と55億円もの拒否が投じられ、宮崎駿、高畑勲、を、大塚康を、 レイ・ブラッド・ベリー、ジャンジローなど多くの著名人が制作に関わったが、日本では工業収入は9億円前後、アメリカでも137万ドル弱にとどまり、工業的には失敗に終わった。1908年にアメリカ合衆国でミュージカルとして上演されている。にも役はマスター・ガブリエル。1984年にイタリアの漫画家、ビットリオ・ジャルデイノは、 リトルエゴと題した本作の成人向けパロディ作品を発表した。ジャルディーノの仕事は絶妙で、マッケイの画風を細密に模倣し、原作のシュールリアルな画風を見事に再現していた。1990年にアニメ映画版の公開に連動して、ある程度原作の要素を取り入れた形でカプコンから、コンピュータゲームがいくらか作られている。竹熊健太郎。 W. マッケイとアニメーションの資源。竹熊メモ。2012年12月17日閲覧。ジャンナルベルトベンダッツイチョ。翻訳。カートゥーン。アニメーション100年史言。S アニメーション,リンボ乏内。ありがとうございます。